近畿です。どうも。今だから言える秘密。はい。何かありますか。いや今急に振られて、全く何もないなって思ってるんですけど。私はですね。まあジャニーさんも天国に行きましたけども、ジャニーさんに秘密にしてることがありまして、これは僕も自分も。自分の墓場まで持っていこうと思ってます。あ、じゃあ言わないのね。だから今だから言えないんです。申し訳ないですけど。なるほどね。もう絶対に言わないです。じゃあもう言わなくていいです。もう誰にも言わないです。いいね。聞かないですよこっちも。はい。だから聞かないでくださいっていうことですよね。あれでもあると思うのよ、一つや二つ。いやなんか探してるけど、なんやろね、どういうやつよ、なんか逆にないですか。いや、いいんですよ。いや、もうほんまにないもんだって。秘密、ある？一つや二つはあるよ。じゃあ僕はとにかく何やろ、自分のちょっと待って、墓場まで持っていきますんで、すいません。なんかあるかな。誰とは言えない、誰とは言えないけど、この写真すごくないって言われて見せてもらったんですよ、でなんかちょっとあまりよくわからないんですけど、ちょっと目上の方だったんで、あすごいですねってちょっと一応乗っかりました、でその間に何がすごいのかをすごく探ったんです、でもいわゆる普通の写真なんですよ。お部屋の中でみんなでこうちょっと談笑してる感じ、ソファー座ってるみたいな、で夜景が広がっててっていう写真なんです、で何がすごいんかなと思いながら、すごいですねって一応言ったんです、これオーラ出てるでしょ、すごいでしょって言うんですよ。オーラと思ってでパッて見たら、あの夜景の奥の方のサーチライトがプワーッてなったんです。でその下のボケとかの人ではないから、ほんまにオーラと思ってはるからって言ったことがありますね。すごいと思ってなかったけどすごいですねというふうに話を合わせた、合わせてしまった。その方にはそれを伝えてない秘密、伝えてない。でかつサーチライトですよっていうのも言わなかった。なるほどね、そういうのはあるよね、あるある。やっぱりその方を傷つけないためにも。そう、可愛らしいなと思ったから、あると思います。もうこれは言わない方がいいと思う。それはなんだろうな、悪くない嘘だと思う。全然悪くない、いいと思います、人を傷つけない嘘です。サーチライトですよって言ったらちょっとね、その人ね、秘密にしとこうっていうことです。場がちょっと盛り下がるなと思って、はい、でも本当に正真正銘普通のサーチライトでした。それだけはお伝えしておきます、近畿からはそのぐらいでございます。はい、ありがとうございました。